ベルローズ駅とは、ロングアイランド鉄道の本線の駅である。なお、この駅には、ヘンプステッド支線の列車のみが停車する。この駅は、ニューヨーク州、ベルローズのジェリコターンパイクから0.25マイル南の、コモンウェルスブルーバードとスーペリアロードの交差点にあり、フルサービスの券売機を、駅北口、アンダーアッパスの入り口の隣に、毎日の機械を、駅の南口、 アンダーパスの入り口の隣に有する。この駅は、ナス総群のベルローズ村と隣接地域のニューヨーク市クイーンズ区ベルローズ周辺の地域に便利を図っている。ベルローズ駅は、当初1898年に建設され1909年の夏に再建された。その駅は1960年12月12日から15日の愛が休止しており、 1960年と1961年の間に3番目の駅と置換された。1960年まで、その駅は4本ある本線の線路の両側に、プラットフォームを一面有していたが、停車するほぼ全列車がヘンプステッドを発着していた。平面交差解消計画の一環として、本線とヘンプステッド支線のジャンクションは、ベルローズの西へ移動された。 日本の線路はジャマイカとフローラルパークの間でほぼ平行したままである。プラットホームはヘンプステッド支線の2本の線路の間にある。この駅にはバス停がない。この駅は有効長8両の高床の島式ホームをヘンプステッド支線の1番線と2番線の間に一面有する。北へ向かう2本の平行する本線の線路はこのプラットホームに接しておらず。 そのため、オイスターベイ、ロンコンコマ、ハンティントン、モントーク発着の列車はこの駅に停車できない。ありがとうございます。